はい。はい。元気がないよ。ちょっとドキドキしちゃって。大丈夫。もう今緊張マックスです。はい、はい、はい、じゃあね、はい、今日早速なんですけど、はい、こちらですよね、覚えてますか？覚えてますよ、もちろん。ちょうど1週間ぐらい前、満月の夜に割り出すつもりだったやつ。そう、はい、こちらのね、はい、大事にね。OKOKOK。 こちらですね、はい、ボーレン方便、俺イケメン。役がかった。かっこいい。これのね、はい、試し割りですよ。試し割りですね。うん。果たして、はい、産んでいるのかどうなのか。いや、こんわ。責任重大。おお、責任重大であります。しまって。うん。そう、ちゃんとね、はい、見に来てくれてるので。ですね。もうドキドキですよ。これでなかったら。あなたが組んだ産卵セットが、やばいやばい、責任重大だから。ちゃんと産んでるかどうか見ていこうか。わかりました。ちょっとドキドキですがやってみたいと思います。いいですか？それでは運命の時いきます。レッツゴー、やるよ。はい、いよいよ運命の時ですね。はい、ブラックジャックみたいな、うん、あ、はい。じゃあまずちょっとどんな感じか、どんな感じになってるか見てみようか。そうだね、うん、ちょっと開けますね。どうや、どう、上には上がってきてないけど餌は結構食べてるね。そう、チラチラね、うん、見てたんだけど、うん、あの上がっては餌を食べ、うん、また潜っていくを繰り返してたんだよね。いいんじゃない、もしかしてこの辺にちょっと隠れてない、大丈夫、ちょっといい。その傾向どうですか先生、どうなんですかね。割ってみないと分かんないな。割ってみないと分かんない。さすがになんか期待しちゃうけどね、うん、でもちゃんと潜ったりしてたから。そうだ、ね、ずっと上でうろうろしてたら心配だけどさ。間違いない。そう、今んとこ潜りはしたってことだよ、ね、うん、予想はさっきは100という。100という、100、すごくない、1週間で100とか。それはやばい、やばいでしょ。奇跡だよね。じゃあどうする、いきますか。あ、まだ予想聞いてなかったわ。10ぐらいいてる。ああ、1日1個以上。うん、なるほどね。出てほしいけど、うん、どうですか。300。すごい、なんか悟空みたいなこと言って。 3個ですか、じゃあ。いや、20。もう、うん、300の数字は何だったの。せめて30の10分の1ならわかるけど。20。20ね。20です。20ね。いいですか。いいですよ。いきますよ。行こう。いや、幼虫は今んとこ見えんぞ。こういうとこいね。幼虫はいねえよ、さすがに。さすがに早いわ。ずっと幼虫が開けてたから、うん、せやな。そうだ。どんな感じよ。終わっちゃった。あー、メスが、メスが元気しそうですね。ね、節も取れてないんで、とりあえずちょっと餌あげといて、うん、どう、厳しい、どうすかね。これ割った時点でないのちょっと怖くない？怖いね、うん。あー、どうかな。見えててもいいと思うんだけど、またいやこの辺は柔らかいとこにはなさそうだけど な、ね、あ、けどや、分からんよ、どっちに向かう。そんなに詰めてはなかったから。そうだよそうだよ、全体的に柔らかいんだよ。いや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 、頼むよ、本当に頼むよ。行くよ、割ります。これ割ったら出てくるから、みんな5個ぐらい、いい、行くよ、せーの、来い。ないマジで、ちょっとやだ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 。大丈夫大丈夫、まだ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 全然大丈夫。言い聞かせとるね、うん、まだ大丈夫。1個でも産んでたらとりあえず。だんだんハードルが。なんか玉、玉を作ってるとかない？産卵床みたいな、固めたるところとか、ちょっと今のところはない、う
ちょっと嫌な予感。ちょっと嫌だな。いやいやいや、あ、違うか。おい。いやいやいや、だって光ったんだもん。ちょっと白っぽかったん。あ、見て、これどう？これどう？そんなに、そこまでじゃないでしょう。なんかないわ。うわー、どう？ちょっとやばいよ。やめて、白黒のサムネは嫌だよ。いや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 、ちっちゃい子が作る泥団子ぐらいの大きさの塊があれば、あ、そうなんだ、よっぽど出ると思うんですけど、ちっちゃい子が作る泥団子ぐらいの塊。あ、そうやって固めてからそこの中で産むってことじゃないかな。うん、なんせわかんないからね。あくまでそのベルシコロールはっていう話なんで、この子も同じだったらそうだけどっていうことですね。そうですね。何のあれだったんだろうね。いや、そういう習性だっただけかもね。普通にあの自然界でも潜って食べてみたいな、体を守るみたいな。そういうことか。まだまだ全然元気そうだから、まだ挽回の余地はありそうだけど。いや、まだ取れてないとは限らない。そういうことだよ。諦めたらそこで試合終了だよ。無視すな。きっといるはず。じゃ、まだ多分こっちゾーンに来てないんだよ。そういうことね。うん、こっちゾーンにいるから。あ、なるほどなるほど。うん、3個ぐらいかもしれん。うん、2日に1回ペースかもしれんじゃん。この地に慣れてないかもしれん。そういうことよ。いろんな言い訳がポンポン出てくる。自己防衛能力という。うん、後半戦行こうか。頼むよ。はい、頑張ります。何を頑張るの？祈りを捧げるしかない今の私には。産んでもええんやで。産めるかな。産んどいてくれても変やで。産んどこう今。さあ、もうそこにかかっている。割とあるから。そうだね。ちょっと一個ポロンと落ちてこいよ。大丈夫大丈夫、出てくるよ。みんなまだ大丈夫のはず。ポロンとポロンと来い来い。いくよ。大丈夫。今なかった？なかった？ないか。大丈夫。やだよ。なさそうなんだけど。緊急会議。今こいつも交えて4社で作戦会議してます。4社でどうする、水分量どうするのだ。昨日どうすればいいんだ。やっぱりもっと私水欲しい言うてますね。なるほど、はい、こんなんじゃ埋めへんぞと。そう。いや、結構それこそ丸バネの時も水結構、まあドロドロだった、ね、そうドロドロだったから、下手したら本当、うん、もうちょっと加水量多めにしてチャレンジしましょうか次は、うん、どうですかこの感じは。すごくなんか状況を探っている、ね、反応はしてそうだよね。うん、ものすごい反応してるね、うん、けどなんかすぐ潜るかって言ったらそうでもないけど、ね、うん、いい感じの反応だと思うけど、うん、どうですか、うん、ちょっともうちょっと水分欲しいかな。あそんな声あと詰め方やぞって言っとるわ。あ、なるほどね、うん、詰め方やぞ言うとるわ。反応は上々？上々だと思うんです。これだけ、うん、ね、ピヨピヨしてるね。触覚も動いてるし、うん、反応めっちゃいいじゃん。もう潜ろうとしてるもんね。うん、
じゃあこれでちょっと詰めますか。ね。うん。あとは詰め具合。詰め具合だね。うん、パラ具合みたいな。せめぎ合い陰を踏むな亡霊方便だから陰を踏まなきゃと思って電気がいや、行ったな、うん、ちょっと一旦このマットも入れつつでそうだね、うん、ちょっと待ってていただこうかな、うん、それからそれからじゃああとは反応はいいんで詰めるだけで、はい、詰め方前回ちょっとトントンだったんで、はいはい今回は軽く詰めていきましょう、はい、軽く詰めましょう軽めにシュールタケコプターが刺さるみたいなあ、でも割といいんじゃないもうちょい上かそんなそんなクックックックでいいよ。ちょっとあの作戦が伝わってなかったみたいだね。なんだあれは。嘘。クックックでいいよ。あ、そう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 。それでいいよね。めっちゃ恥ずかしいやん。なんか私笑われる感じだった今もしかして。しかも一番下はそこそこ詰めてもいいんじゃない？大地を。本当？大地固めちゃう？そう。じゃあちょっと。うん気合わらんといてください、うん、ですねじゃあもう軽くあの 女性のあれなんで割と軽いっすよそうだね、うん、よしそっからは、うん、もう本当に軽く詰める、うん、軽ツーで軽企業名を出すなちょっとこんな感じああ、そう、それぐらいがいいかもしれんねこんなもんでいいですかこう手のそれで平で押さえる感じでグーじゃなくてマジで柔らかいけど大丈夫こんなもんもうちょっと体重かける本当私虎のことは信用してないいやもうわかんない軽くまあこれがダメなら次だから一回この詰め加減を覚えとこう OKOK、うん、こんなもんいいかなそうそうそうしてる人とか見てたらさ、うん、あーそれ違うんだよなーって感じでいいんだよ このねこれが楽しいんだから分かる実験が、ね、試行錯誤だからどう詰め加減加水加減3段目もっと軽く3段目もっと軽く詰めてみたいや同じぐらいでいい同じぐらい、うん、グーじゃないだろそうだったどうや5メスぐらい用意してやれるんですけどああ確かにね詰め加減変えてね確かにねそうだね前回はこれぐらいも詰めてなかったもんね。そうですね。うん、トントンパだったらね。そう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 。軽く詰めたよ。本当に、うん、割と手応えあるんじゃないかこれ。良さげな気がする。うんなんか、うん、いい気がしてきた。そう信じてやっている。もうあれかな。あとはそれをもう一回詰めてふんわりだな。これで前回とは明らかに違う。明らかに違う。形だからね。水分量もバットの詰め具合も全然違う。うんだって前回のやつで一個も産んでないってことは完全に拒否だからそういうことだよね、うん、メスがこれちゃうってそういうことだよ潜っていたのにこの時はショットピコッとしたくせに本当だよ反応いいから、うん、詰め方マットとかは良さそうだよね詰め方はいいってことだよね、うん、詰め方はこれじゃ産めねえよって話だから、うん、ちょい詰めしましょうっていういやー面白いなー白い、ね、こういうのが面白いわ本当にヒリするわそう、うん、普通に産んでほしいわ全部あのマッティンのせいにできるっていうのがいい2人でめっちゃうなずいてるもう私はヒリヒリよずっとはいこんな感じでそうだねいいんじゃないかな OK うんヨネちゃん TV 完成でございますよし、はい、これでもう一個変えようもう一個変えるのが、うん、あの結構ゼリーを食べに上がってきてたから、うんうんうん、ちょっとあの1週間で試し割りするから、うん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 、それまでの間、うん、あの餌抜きですなるほどね
産卵に集中してもらいましょう。はい、うん、1週間だったら大丈夫だと思うから。そうだね、そうこれは置きますよね。そうだね、それを置いて、うん、もう今最後の餌をがっついてるわけですけども。そうですね、餌があるから上に上がってきちゃうんや。そういうことやね、きっと。知らんけど、はい、ちょっとじゃあ心配ですがこのまま頑張ってもらいましょう。そうだ、ね、あ、はい、相変わらず反応は良さそうだね。うん、前回より固めましたんで、うん、どうかお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日こんな感じで、はい、失敗したいと思います。次はまた、そうですね、うん、追って追って、はい、結果をご報告させていただきたいと思います。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。次はお願いします。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。